噛みつけの死、噛みつけの死、噛みつけのうじ、噛みつけのうじは、噛みつけのを死の名とする氏族。第十代主人天皇御子の豊木入彦の命を外、するスメラベツ氏族で、噛みつけの君、孔の地、噛みつけの阿孫生を称した。日本初期には、豊木入彦の命に始まる、氏族伝承が記載されており、噛みつけの死以外にも伝承を共有する諸氏族がある。本 それらの種族全般についても解説する。死の名の、噛みつけのに見えるように、古代に、噛みつけの地域、現、群馬県を拠点とした豪族である。家の、家の、家ぬとは、古代の群馬県、栃木県周辺を指す、地域名称で、現在の北関東に否定されている。家の地域のうち、噛みつけのは、上野、上野国に転じ、現在の群馬県に相当し、下付けのは、 後に霜付け、下野国に展示現在の栃木県に相当する。群馬県には、数多くの古墳が築かれ、古代日本において、有数の勢力であったと考えられている。詳しくは、毛の参照。日本書紀には、辻天皇巫女の豊吉入彦の命に始まる、独自の警府伝承が記されている。その中で、中央貴族が、毛の地域に派遣され、 その経営に携わったと伝える。ただし、実際のところ在地豪族家中央派遣氏族家は明らかとなっていない。また同書には、上付の氏の江戸征伐、朝鮮交渉十字の伝承があり、対外関係に携わった氏族であることも示唆される。大会後には、家の出身の氏族として、東国六原村と総称される、上付の氏、下付の氏、大野氏、池田氏、 スキャジ氏、車持ウ氏ら六氏が、朝廷の中級貴族として、活躍を見せた。新先生史六にはこれら六氏族が、上記の伝承を共有したことが見えるが、その他にも多くの氏族の伝承共有が、同所に見え、その数は合計で四十四弱にも及ぶ。それら関係氏族の経緯、広がりやけのとの関わりについては、未だ明らかとはなっていない。世紀後半以後は、 その東国出身士族とは別にトライ系士族が、噛みつけの仮を貸し、外交交渉や学問の素養で名を表して、以後の士族における中心を成した。日本書期には、第十代主人天皇が、巫女の豊木命、豊木入彦の命、豊木入彦命に、東国統治を命じたと記載するが、その豊木命について、噛みつけの君、下付けの君の祖であると吹記している。 なお、と木入彦の命が、かみつけの君、下しけの君の祖である旨は、古事記にも記されている。平安時代初期の公認六年、815年、新先生史録のかみつけの阿孫、神戸通教上には、す神天皇御子の豊木入彦の命の後と記載されており、豊木入彦の命の光栄と交渉した。また、仙台宮寺本に、国造本にでは、 ジン天皇のお世に、豊木入彦の命孫の彦瀬間島命が初めて、東方十二国を平定した時に、噛み付けの国像に封ぜられたと記載されており、噛み付けの死が国の宮津子の任にあったと推測されている。日本書紀には、豊木入彦の命、豊木入彦の命こと、豊木入彦命、豊木命ともに始まる以下の氏族伝承が記載されている。 仙台旧児本理、国蔵本理では、次の国の宮津子が、噛付けの士関連として記載される。内は、現在の都道府県における、相当領域。日本書期では、七世紀中央、大化前後を境として、伝承から、四六として記載されるようになる。内容に関しても、それまでは、下を舞台にしたものであったが、中央が舞台となり、 東国との関わりを伺える記載は少なくなる。七世紀には、白月の絵の戦いにおいて、和国主力軍の将軍として、噛み付けの君和後が、朝鮮半島に派遣され一定の戦果を収めた他、三0は、定期と上古書人の規定に携わり、いずれも中央貴族として活躍した。天武天皇十三年、八十四年には、噛みけの阿村、下付けの阿村、 スケアジア村、池田ア村、車持ちア村、王野ア村の、いわゆる、東国六原ア村が、ア村姓を賜り、中央の中級貴族として活躍した。また、下助の小丸は、藤原夫人とらと共に、大宝律令の編纂に関わり、後の三階段の一つの下野役指示を、宇治寺として建立したとも伝えられる。8世紀に入ると、初期には、陸津守に、 小足、安マロ、道のくあぜちに、広人、後半には、出はす出は守るに、馬両、道のくすけに、稲ネ人が任じられたように、エゾに対する活動が行われた。東国六原村全体においても、下付の石代が副将軍、大野あ人が、道のくあぜち県人事副将軍、池田誠前が、人事副将軍に任じられた。エゾ対策を担当した点については、 後世に、道の区国の豪族に、噛みつけの道の区公や、噛みつけの伊沢公等の姿勢がなされていること、不襲の多くが噛みつけの死刑の部民に多い、君こべを名乗ったことらもうかがわれる。しかしながら、広人が江戸の反乱に挨拶外され、少なまろが長屋王の辺に連座して入るされた後は没落した。以後は、代わって、田辺死刑の上みつけの死。 口述が中核を占めるに至った。平安時代初めから中頃にかけては、この絵布の下級官人、利ネリとして名が見られる。この時期には、下記のトライ系族が中央官僚として活躍しているが、在地豪族氏族は宮廷武官として対等したものと得られている。トラ系の上付けの氏は、豊木入彦の命、第十代素人天皇王子五世今後の畜養税。 高は瀬を祖と称する公別氏族。上付の君、後の地、上付の阿孫生を称した。あ、羊。新先生四六の上付の阿孫、公別左京上には、豊吉入彦の命五世今後の竹早君の後と、印と共に、天平商法2年、750年に、田辺文から、上付の公と改正した途中記されている。この瀧葉君、 高は瀬の君、畜陽瀬に同じの公営と記される氏族は他にも、住吉屋村、池原村、桑原公、河合公、象徴首もあり、これらの氏族は都来系のグループと解されている。日本書記公認式書においても、書茂雑誌に中として、田辺文、上みの公、池原村、住吉屋村四四がくだらからの都来人でありながら、畜豪、畜陽瀬に同じ、 公営を仮りかしたことが記載されている。歴史。前述のように、天平商法2年、750年に、噛み家けの君を指定され、公認元年、810年に、噛み家けの阿孫を指定された。以降は、朝廷の養殖につき、東国系士族に代わり噛み付けの詩の中核を成した。古代豪族系図集団に記される系図、ただし、 後世の殉職も多いので注意。経図参考。伝承、日本初期、新先生史録、仙台旧字本義に記載された、豊木入彦の命の子孫伝承を有する人物。平安時代初期、公認六年、八百十五年の新先生史録に記載される氏族のうち、以下の氏族が、上付つの氏の関係氏族として指摘されている。これらの氏族は、出自により、 東国六原は村系、都来系、キー、泉系の三グループに分け得ると考えられており、本校でもその分類で記載する。以下は原点に準拠したもので、始祖の表記、出字には他の文献との移動があるので注意。また、種別は、出字による、公別、神別、書茂る、未定雑性の別を、本願は、古籍上の登録地を意味する。 このほか、奈良原市、赤木神社東宮社家、増田市、赤木神社西宮社家は、共に、噛みつけの死公へという。古事記、日本書紀では、噛みつけの死に関して、多彩な伝承が記述されるが、七世紀中央、大化前後を境として、唐突に四六として記載されるため、伝承と四六との間には大きな溝がある。白くの部分からは、 ケノとの関わりを伺える記載は少なく、この間をどう扱うかが士族を把握するための鍵となっている。ケノ地域内には、豊吉入彦の命をはじめとした、日本初期の伝承にある人の両母と伝わる古墳が多くあり、伝承に何らかの背景があったことが指摘されており、その中で、ケノの,の地域づくりが、東国経営の拠点と位置づけられ、それを世襲的に任された王族がいたことも示唆される。 ただし実際のところ、毛野の,の豪族が在地豪族であったか中央派遣士族であったかは明らかとなっていない。毛野地域、群馬県、栃木県南西部は古墳時代に多くの古墳が築かれたことが知られる。特に、噛みつけの地域、群馬県においては、東日本最大の大田天神山古墳、群馬県大田市、全長210メートルで全国26位をはじめとして、 全長が80メートルを超す大型古墳が45基、総数では約1万3000基もの古墳が築かれている。4世紀初頭には、東海地方由来の前方後方墳が築かれ、同地方由来の土器が使用されていた。しかしながら4世紀中央以降は、機内由来の前方後円墳に移行し、機内の石膏による石管の築造も認められる。これらから家のでは、 主張連合政権が形成されたとみられ、少なくとも5世紀前半以降には、機内の豪族と同盟にあり、大和政権内部で極めて重要な位置を占めたと考えられている。5世紀中頃には、東日本最大の大田天神山古墳が築かれ、一体で最大規模を誇っていた。この大田天神山古墳、群馬県大田市や、お富士山古墳、群馬県伊勢崎市には、 大和王権の横領に見られる長持ち形石棺が使用されている。詳しくは、毛の参照。後世の噛みつけの死の東国六原村における名主的立場から噛みつけの死と毛の政権との関係が指摘されるが、この当時にいた豪族の詳細は明らかではない。六世紀後半からは、地域内の各地に大型古墳の林立が顕著となる。 これら各地に皇族が割拠していたと見られ、上月の死の本拠地としては、俗に本気の上野国瀬田軍少量の文言や赤城信仰の核で、ある赤城神社の存在を元としてとみるのが定説とされ、その地にある大室古墳群、群馬県前橋市が注目されている。一方、七世紀に入っても大型の抱奮が築かれ、続けたに本拠地を求める説もある。 この地には三能廃寺、方向寺があり、関係性が指摘されるほか、後世には上野国府が設置されることとなる。三グループのうち、東国六原阿村とは、上付の市、下付の市、大野市、池田市、ス地ジ市、倉持市の総称で、いずれも天武天皇十三年、六百八十四年に発色の生において阿村の生を授けられた。 東国六原阿村の名称自体は、俗に本記の一条に記載されるのみであるが、その中で、池原、上み付けの西の出自が、豊木入彦の命であること、豊木入彦の命の子孫である、東国六原阿村は一によ生と死を得たことが記載されている。東国六原阿村の特質として、気外出身ながら、阿村という高い樺の取得、国史編纂、律令選定への参画、 対朝鮮、対エゾ政策への従事が挙げられる。そしてこれら六詞は、おのの独自の思想を持っていたことが、新鮮生子録からわかる。また、トライ系氏族とは、田辺文良諸氏族がりを課したことによるもので、その旨は、新鮮生子録の噛み付けの阿ソ神別左教上や、日本書期公認識ついでの、諸シゲル雑性の中に記されている。 これらの氏族はいずれも、滝葉君、くん、畜養世を子祖と称することが特徴として挙げられる。三つ目のキ金、泉系氏族とは、本願をキー、キ金、河内、泉等とする氏族で、東国六原アソングループとの重複も見られる。また、このグループにのみ八つな命の記載が見られることや、公物を称しながら未定雑性に組み込まれた氏族があることも特徴である。 これらに関して、豊木入彦の命の母が、キーの豪族出身であったことに着目し、第三グループを、氏族の発生地と見た以下のモデルが提唱されている。また、上みつの氏が、大朝鮮で活躍する過程でトライしてきたのが、第二グループであろう、と考察が加えられる。ただしモデルには、不明な点も多く、実態の解明には、さらなる交渉が必要とされる。 注釈原点出典百科事典文献楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。